皆さんごきげんよう。設定を愛する女、まちこです。今回初めての解説動画になるわけで若干緊張気味なのですが、選んだ機種は北斗じゃなくってこれバルブレイブ。導入から1年が経ち再加熱されているバルブレイブの設定についておさらいしていきたいと思います。それでは研修開始。第1章バルブレイブの設定基礎編。1つ目、腹切りドライブ率平均して 30% と言われていますが、実戦では偏りがすごいと感じたことありませんか？最近話題の立花リロさんの動画でも腹切りドライブが14連続と偏りが目立ちましたね。推測ですが、ドライブ確率を解析通りに一定 30% にした場合、適合試験に落ちてしまいます。この適合試験って何？スマスロはこのような決まりの中で作らなければなりません。もちろんバルブレイブも例外ではなく、適合試験対策として様々なモードを作って検定を通過している可能性が高いです。適合試験についてもっと詳しく知りたい方は適合試験で検索してね。世間では通常モード、ミミズモード、やけくそモードと呼ばれているみたいですね。やけくそモードってなんなん？不適合だったらもう何でも出しちゃえみたいなモードですね。そのやけくそモードの影響でドライブ率の偏りが起きるのです。ではどの区間のドライブ率を見たらいいのか。それは有利を切断したであろう位置からのドライブ率です。バルブレイブの有利切断は明確ではなく、おそらくプラス3枚1800枚以降で切断するのではないかと思われます。これは様々な憶測があるので、あくまでも目安として考えていてください。設定6は切断後にこのやけくそモードに移行しやすいため、偏った腹切りドライブが起こりやすくなります。体感で 50% 以上に跳ね上がるイメージが私にはあります。一つ注意点として、革命分岐については設定差のあるドライブとは別カウントとしてください。2つ目、ミミズモード。先ほどの話でモードについて触れたと思いますが、適合試験対策用の代表的なモードがミミズモードになります。このモードはとにかく上位に入らない激辛モードとなっております。このモードの詳細と見抜き方はまた別の章で紹介いたします。3つ目、 CZ 確率。これはまずメーカー発表の CZ 確率と実際の CZ 確率に差を感じたことはありませんか？これは考察になりますが、メーカーの発表している CZ 確率にミミズモードが含まれているため、通常モードにおいての CZ 確率とは誤差が生じている印象を持ちます。また設定差があってもおかしくないモード移行率が明確でないことも試験対策モードの影響ではないかと思います。モード移行マップについても後日実践データをもとにお話しできたらなと思います。4つ目、マリエ覚醒。革命ボーナス当選時のマリエ覚醒に大きな設定差があります。マリエ覚醒に当選していた場合、666枚に到達していなくても革命ラッシュに当選濃厚になります。なお最終ゲームにレア役を引くとマリエ覚醒に書き換えが行われるため、レア役を引いた場合はサンプルから除外してください。設定差のあるマリエ覚醒はボーナス中ホールドが来ない、終了時レア役以外で発生、ホールドが8回、この3つになります。ボーナス中ホールドが来ない。これは革命ボーナスにはホールド保証が設けられているため、ホールドしないイコール内部的にマリエ覚醒が当選濃厚になります。
よくラスト10ゲームからやる気満々で来場とキューマが煽ってくるあれです。ホールド8回については、出来れの一部として8回が選ばれる場合もあります。要するに書き換え以外のマリエ覚醒は強いんです。以上、これがバルブレイブの設定判別の超基礎編になります。次回はミミズモードと高設定は紙一重についてお話ししていきます。